あ、お店があるけど、すごい悲しいことになってる。大丈夫これ。ナイスナイスナイス。なんでお店と一緒に敵もいるんだよ、ほんと。ふざけんなよ。横流し。ミスったか。あ、間違った。飛び入っちゃった。あ、まあ、ナイス。いらっしゃーい。大々のグミはいらん。縛り玉はいらん。これ、なんか売れるのかな？道具置いたら。ねえ、置いてみようか。日上がり玉とかいらねえだろ。置いてみよう。あ、拾った。え、売れるんでしょ？でも、見てない見てない。日上がり玉、置く。で、次。なんか置く？ただの種。本当にただの種。置く。31、あ、売っとこうか。どういたしまして。ただの種って何なのこれって。6円。ほんとただの種だな。いらねえよ。よし、行こうか。え、モロホンは羽休めを拾った？風を起こして、痛い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 、メロメロボディバカめ。ほら。ほら。さあ、モロホンがね、技マシン持ってるこれだ。よこせ。よこせ。出た。お、ポチャダラレベル16になった。めっちゃ上がるな。さあ、体力3マップ。すげえよ。さあ、羽休めを覚えた。ね、飛行タイプが使う技だね。体力回復。さあ、モルフォン。頼む頼む。あわ、あわ。あわ、あわ、あわ。目覚ましちゃったよ、こいつも。毒の子だ、もうこいつ。マジ死んだ方がいい。頼む頼む。ポチャマ、ポチャマなんで泡打ってくれないの？泣き声じゃない。違う違う違う。硬くなる。硬くなる。よし。さあ次の回行きましょう。さあ、クリアか、これで。チャプター8、グラードンの心臓。え、伝説のポケモン？はっはっ、やったー！角山を越えてやっと、ベースキャンプまで到着したでげすー。ああ、もうみんなついてる。皆さんお待たせしましたでげすー。遅いぞ、お前たち。あ、ごめん。もうみんなと、特についてるよ。さあ、早く荷物を置いて、これで全員揃ったし、作戦会議やるよ。はい、でげすー。あ、遅かったのか、俺たち。ごめん。どうした？なんだろう、この感覚。なぜそう感じるのかわかんないけど、自分は、この場所を知ってる？来たことがある？もしかして、記憶を失う前の自分と関係があるんだろうか。あ、行くぞ！あ、そうそう、行こうか。テントがよく見たらプクリンだった。というわけで、みんな無事にベースキャンプに来られたようだし、これより霧の湖を探索を行う。あ、もうここ霧っぽいもんね、全部。見ての通り、ここは深い森に覆われている。そしてこの森のどこかに霧の湖があるらしいの。今のところ噂でしかない。これまでいろんな探検隊が調査してきたが、まだ発見されていない。ヘイヘイヘイ！本当あるのかい？霧の湖。まあ、変化に言ったら、それを言ったら夢がないですわ。ねえ、今さらそんなこと言ってどうする？へいへい。私、ここへ来る途中である伝説を聞いたのですが、何や？はい、霧の湖にまつわる伝説。なんでも、霧の湖にはユクシーという珍しいポケモン、ユクシーだぞ！マジか、ユクシーには、目を合わせた者の記憶を消してしまう力がある。嘘だろ？ユクシーってそんな能力持ってんの？強すぎっしょ。記憶を消してしまう力？なので、もし、霧の湖に訪れる者がいても、ユクシーによって記憶を消されてしまうので、湖の存在を伝えることができない。ユクシーはそうやって霧の湖を守っていると、そういう伝説が残ってる。おっかないでゲス。わしの記憶消されたらどうしよう。あら、あなたは心配ないですわ。だって、消そうともあなたは物忘れ激しいじゃない。ガハン。ディスり合い。まあこういった場所には大抵の言い伝えや伝説が残されてる。そして我がギルドはこれまでもそういう困難を乗り越えて探検してきた。その通りですわ。それこそが親方様のギルドが一流とされるゆえん。ふふ、心配いらないいらない。きっと大丈夫だよ。今回の冒険も成功を信じて、頑張ろう頑張ろう。それで今回の作戦だが、まず、私と親方様はここに残り、みんなから情報を集める。そしてみんなは各自森の中探索してくれ。ただし、森の奥へ進むのもやがかかっていて非常にわかりにくい。霧の湖は、このもやのせいで発見しにくいのではないかと考えられる。もしかしたらこのもやを取る方法があるかもしれない。なので、
霧の湖を見つけるか、モヤを取る方法を見つけたらベースキャンプに戻ってきてくれ。以上だ。ではみんな頑張っていこう。あー、頑張っていきましょう。見つかるといいでげつね。見つかりますわ絶対。最初に見つけるのはわしだからな。お父さん、霧の湖ってもしかしたら地下にあったりして、僕たち地下から調べてみよう。おお、さすがは我がジガマンの息子よ。そうしよう。では皆さん、お先に。地下から潜るのずるいよ。へいへいへい、俺たちもこうしたいらね。行くでゲス。さあもうみんな進んでいったね。あれ、ピッパ行っちゃった。俺たちも行くとするか。へい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 。さあ行っちゃったね、あいつらも。ドクローズも。俺たちは最後に行く。ゆっくりと行こうか。だから僕たちも早く行かなくちゃね。なぜか自分はこの場所を知ってる。記憶を消す力があるというユクシーというポケモン。この二つのことは偶然か？もしかしたら、記憶をなくす前の自分はここに来たことがあって、ユクシーに出会い、記憶を消された。そう考えられないだろうか。アリエッティだね。でも人間だったんだよね、最初。どういうことだ？わかんねえ。さあ皆さん、ちょっと道具預けたりして用意していきます。よし、さあ準備できたんで行くか。さあ、お。やっぱテント全部プクリンじゃん。どんだけプクリン自分好きなんだよ。いいよ。例えば俺の顔のテントとかだったらどうしよう。やだろう。さあ、横道が多分またね、レベル上げとかっていう感じでしょうか。まあ、ストーリー進めましょうか。ノームの森へ。行こう。わかった。ノームの森だね。よし、行こう。でも、ポッチャマと俺の二人だけ、ビッパーいないんだよね。大丈夫かな。とにかく、自分の記憶を解く鍵がここにあるかも。霧の湖。そこへ行けば何かわかるかもしれない。あれ？なんだ？どうした？なんか落ちちゃうぞ。石が落ちてる。赤くて綺麗だね。まるで宝石だ。ポッチャマは赤い石を拾った。うわー、この石あったかいよ。なんだ、ホットストーンか？石から熱を出してるような。なんか不思議な感じ。溶岩でもないし、なんだろう。珍しいから取っておこうか。さあ行こうか。なんだろう、これ大事なものな気がする。はい、ではノームの森です。天気霧。何天気って。さあ青いグミ拾ったんでポッチャマにあげよう。ポッチャマ食べていいぞ。うまい。裏切らないの賢さを得得した。え、ちょ待って、もしかしたら裏切ることがあったのこのゲーム。ちょ待て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 、ちょ怖いこと言わないでよ。他のポケモンたちも裏切る可能性があったってことなのかな。まあいいや。でも裏切らないっていうのは大丈夫ね。もうずっと友達、大丈夫だ。さあ敵ポケモン、お、いたね。こいつなんだっけ。ヨガね、残っちだっけ。ほら、あーし、経験値多い。16の16にレベルアップ。攻撃力もアップ、防御力もアップ、すべてアップじゃ。どうや、いいね。敵が強いから経験値も多いぞ。この調子で頼む。よし、さてまあ順調に進んでいく、行こう。とりあえず怖いのはその全体攻撃っていうか遠距離から攻撃してくるタイプのポケモンの技ね。それだけ気をつけていけばまあなんとかなるだろうね。ポッチャマンは遠距離攻撃あるからね。お、よし、おら、ドブル。ドブルってすげえよな。あの、何でも技を覚えれるんだっけ。確かスケッチっていう特技でね。ポケダンでも何でも技を覚えれるのかなね。ちょっとそれは強すぎるかも。そういえば俺、往復ビンタって技を覚えたよね、そういや。ねえ、使ってなかった。使ってみるか。誰か生贄、いた、生贄、パチリス。生贄になってくれ、頼む。往復ビンター、おら、46。さあ、これが何発も当たるんでしょうか。強すぎる。で、そう、ゴールがない。で、往復ビンタ意外と強そうなんでね、置いとこうか。よいしょ、寝とるぞ。ダイナリジェイ、おはよう。タイタリジェイ。あ、そうだ。アイテム持ってなかった。パワーバナナ。バナナ。俺にくれ。よし。で、防御スカーフは、ポッチャマに。ね。ちゃんとリボン、スカーフとか装備しておくのは大事。よし。さあ、そろそろ階段かな？階段はどこだ？ここ。よし、オッケー。降りようか。さあ、前回は15階がゴールだったよね。ってことは、今回も、ね、かなり、先なのかな。20回ぐらいかな。よし、ほうほう。いや、元気は。経験120。すげえな、ここ。さあ、ワープ玉、睡眠玉獲得。睡眠玉は絶対使えるよね。
それ大々グミの獲得。食べていいかな俺が。で、好物じゃないグミも確か食べれるんだよね、確か。よし。おらーほうほう、撃破じゃ。癒しの盾。で、状態異常もこれで大丈夫だ。さあ、道具は割と揃ってきたんでね。まあ、安心して進めていけるかなと思っとるが、いかに、お、なんかおる。またお前かー。おら。140。残っち経験値多いよね。痛い痛い痛い、毒の子だ。調子乗らないで。ほら。さあ、毒を受けてるけど、まあ、進もうこのまま。もうすぐゴール、階段あるはず。この先階段。絶対、俺を信じろみんな。来た！ないぞ階段。待て待て、失敗した。待って、食べよう。癒しの盾食べよう。食べる。さあ、毒が抜けた。ねえ。困ったね。よいしょ。まあ、毒は、ね、階段降りるまで治らないから、すぐ食べた方がいいでしょう。よし。さあ、階段はどこにあるのか。なんだこいつ。ほら、ジグザグマか。130。めっちゃくれんな、経験値。あ、ここか。オッケー。降りようか。さあ、5階です。お、天気霧。めっちゃポケモンおるぞ。ほら、チュインボ。よし。お、泡を繰り出した。いいねー、ぽっちゃま。尊重して頼むぞ。さあ、リンゴを拾った。7ゴールド拾った。ね、トレジャーバッグ広がったからいっぱいアイテム入るかな。まあ、でも、満タンならないように注意しよう。満タンだったらリンゴとかね、食べてたらいいかな。グミとかね。よし。さあ、7ゴールド獲得。今回なんか、拾うお金が安いね。もっとくれよ。ほれ。さあ、体当たり。結構、技後の使用頻度も高いが、大丈夫かな？よし。あ、パチリス。泡いいよー。ポッチャマの泡、威力高いね。早く水鉄砲覚えよう。さあ、ノームの森、6階です。天気は霧。ずっと霧だね。この霧を解く装置が、どっかにあるかもしれないっていうのが探しに来たんだっけ。よし。7階行こう。うわ、すげえ。速攻降りれる。8階です。よし。さ、天気霧。この天気、霧の音楽が、でっでっでーっていう。ちょっと怖い音楽なんだけど。なんかやばいことしたかな。さあ、お腹が減ってきた。じゃあ、リンゴ食べとこうか。食べる。うまいー。ポッチャマも腹減った言えよ。言えるのかな。よし。お、なんか降りてる。落ちる。PP マックスいいぞー。ちょ、待って。カイロスとかいるんだけど。まずいまずい。カイルスはまずい。ほら、よし、一撃だ。160も経験値くれる。カイロスとかも出てくるってことは本当、ストーリー進んでんだなって気するよね、本当。お、階段あるね。あ、カイルスいる。やっつけようか。おれ、よし。さ、経験値すごい多いから、ポッチャマとかもうすぐレベル上がりそうな感もある。もう進化系じゃん。鳴き声を繰り出した。いいよ、夜の不足。見破る。ゴーストタイプではない。そりゃそうだ。さあ、技出していこうか。猫魂。おれ！いや、いいよ。144。オッケー。ちょっと、ほうほう出てきて、速攻夜の族出てくるとか。ねえ。ちょ、やめだよ、そういうの。進化系出てきたらなんか怖いよね。ゲッて、グッて、勝てるのかって。で、プレッシャー感じる。お。さあ、ジグザグマ。大丈夫。さ、階段が、どこだ？こっちか。オッケーオッケー。ここの下だ。うわっ！し神様だ。ほら、脅しし様。さあ、降りようか。なんか寝てるやついる。カイロスか。おやすみ。ほら、160。さあ、体当たりの PP がもう10切ったぐらいかな。ちょっとまずい。さあ、これは怖いね。さあ、猫魂とか使っていこう。ほら、当たんないね。鳴き声、鳴き声、痛い痛い、前進んじゃった。硬くなる。ずるいですよ、それ。つつく。気合だめ、張り切ってる。痛い痛い痛い、やっつけとこう。うわ、宝箱落とした。いいよ。あいつ、逃げやがった。チキンかよ。おい。逃がさねえよ。よし。さあ、かわいい箱を拾った。これは、ネイティオのお店で持っていくんだよね。